皆さんどうもです、ポルスです。今回はですね、要望もありましたので私のボタン配置について説明しようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、ではまずですね、ビルダープロであること、純正普通持ちであることを前提としてください。普通持ちの方は何と言ってもスティックを動かしている親指が丸、×、三角、四角ボタンを押すためにスティックを離してしまうことがプレイに影響が出る大きな要因ですよね。私のボタン配置のコンセプトは、この親指をできるだけスティックに置いておけるようにするというものです。では本題の配置です。まず一通り写しておきますので、配置だけ気になる方は一時停止で見てください。ここからはなぜこの配置なのか、私なりの考えを説明していこうと思います。まずはやはりジャンプを R3 にして×ジャンプをやめています。縦積みだったり、ショットガンだったり、ジャンプをしながら視点を動かすことがあまりにも多いですので、配置を変えてから数日はすごく苦労しますが、必須レベルの配置変更だと思います。次はワンタップ編集にするためということもありますが、作る、打つの切り替えの速さが大切と私は考えているため、丸ボタンのモード切り替えと編集はそれぞれですね、モード切り替えを L3 に、編集の部分を×に配置しています。 L3 の押し込みダッシュは設定のデフォルトでダッシュという機能で代用しています。これによって作ると打つという一番メインの戦い方はスティックを離さずできます。私のプロが持つ最も重要な技術解説という動画で紹介していますが、エイムの良さや建築の速さはそれぞれとても重要ですが、それをつなぐモード切り替えの速さも見えにくい技術ではありますが、とても大切なものです。詳しくはこの動画の説明欄にそちらの動画も貼っておきますので、お時間あればぜひ見てください。練習法なんかも載せてあるので、上手くなるための一助になるのではないかなと思います。さて話を戻しますが、モード切り替えは L3 に、編集を×に配置しています。なぜ編集が×なのかは簡単な話で、丸ボタンよりも×ボタンの方がスティックからの距離が短いですよね。なので丸ボタンよりも×ボタンの方が早くボタンを押せるんじゃないかなと考えただけです。したがってもともと R3 だったしゃがむボタンは丸ボタンに配置されています。次に編集モードの部分です。変更している部分は2つあります。1つ目は編集の決定を L1 に持ってきているところです。モード切り替えに話したことと被ってしまいますが、編集もですね、例えば壁を開けた後にクラフトであったり、相手を撃つ時なんかは特にですよ、瞬間的にエイムを合わせる必要がありますよね。その瞬間的な時間の間にですね、スティックを離してしまうのはかなりのロスやリスクがあります。なので編集の決定をですね、スティックを離してしまう丸、×、三角、四角ボタンは使わないでおこうと思い、 L1 編集決定となったわけです。2つ目は編集リセットを R1 に持ってきています。これもスティックを離さないことを前提としています。そしてもともとリセットだった R3 はジャンプであり、 L3 はモード切り替え、 L1 決定、R2 は選択となっていたため、残されたのは L2 か R1 です。L1 決定にしているため、仮に L2 リセットなら、リセットから決定するまでを左人差し指1本が忙しくボタンを押さなければなりません。それよりかは右と左両方を使って速度が出せる方が良いかなと思ったため、R1 に設定しました。以上が私のボタン配置となっています。他にも様々な配置があると思いますが、一つの参考になればいいなと思います。先ほど紹介した動画もプレイの参考になったらいいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。
ご視聴並びご清聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。